この番組では皆さんの人生や生活の役に立つ本を紹介しています。音声だけですので耳だけ貸してください。今回紹介する本はひろゆき氏の論破力という本です。この本を読んで印象に残った部分を紹介していきます。それでは始めていきます。相手を論破できるかどうかは、要するに説得力のある話し方ができるかどうかにかかっていると思います。相手を説得するための必須アイテムといえば論理と事実でしょう。要するに論破力イコール説得力のある話し方なのですが、その説得力をどう高めるかというのは、議論している直接の相手に対してではなくて、議論を見聞きしている周りの人に対して高めていくものなのですね。そこを理解していないと、多分議論の時に感じるイライラは消えないと思います。話している論理や事実がちゃんとしているのと同時に、それを見聞きしている周りの人たちに、この人が言っていることは正しいんだと思わせるような印象を与えること、それがオイラの言う論破力イコール説得力のある話し方です。次、実生活でも論破力は諸刃の剣だということをまず知っておいてほしいと思います。夫婦喧嘩で相手を論破してもいいことなんて全くないでしょう。人生うまくいくことが目的であって、論破力はあくまでもその手段なのですよ。その場で相手をやり込めたところで実は何の意味もない。人を説得するときは論破したその先、つまり人生うまくいく可能性まで想像しましょうね。次、もっともらしい意見よりも事実の方が断然強いということなのです。事実ベースで話すことを意識するだけで、誰でも論破力を高めることができる。次、相手が勝手に怒り出したとしても変に萎縮しないことですね。面白いくらいに客観的に相手を眺めて策を練ればいいと思うんですけどね。相手の怒りをかわすテクニック、クレイマーと同じように自分の会社や商品に対して怒ってみせて、クレイマーの味方になってしまった方が格段に早く収まるというわけです。別の方法としては、怒られている最中に自分の電話を鳴らすとかも割と聞きます。電話の音が鳴るとどんなに怒っている人でも瞬間まず黙りますね。電話誰からとかになって勢いをそがれるわけです。なので誰かにかけてもらうとか、タイマーを鳴らすのでもいい。オイラ、揉めそうな相手と話すときには結構携帯の音が鳴るように仕込んでいます。次、会社の会議などでは答えのない分野で議論しなければいけないこともあるでしょう。答えのないところで戦っても時間の無駄なのですよ。もう丸投げして知ったこっちゃないで済ませてしまった方がいいと思います。下手に口出しして失敗したら自分にも責任が来るという状況にいるよりも、失敗したらあれどうなんすかとか、成功したらおおすごいとか言っていれば済むポジションにいることの方が大事だと思うのですよ。要は好き嫌いを議論するのは不毛でも、好き嫌いの理由を考えるのは有益ということ。議論を楽しむコツは何か。それは好奇心としての知りたいという気持ちを持つことです。議論の面白さは必ずしも勝つことにあるのではないんです。自分の知らない事実や想像もできない考え方を知ることができる。それが議論をすることの楽しさだとオイラは思うのです。そう考えることができたら、息苦しい会議もきっと少しは楽しめると思うんですよね。次、大事なことは
目の前の相手と討論することよりも、見ている人に自分をどうプレゼンするかだと思うのですよ。一対一は厳禁。必ずジャッジをつける。要は謝るだけで、怒っている上司が加害者、怒られている自分が被害者という構図に持っていけるというわけです。人に謝るときには心から謝る必要はないとも思います。そもそも 100% 自分が悪いと感じて謝っている人なんてあまりいないのではないでしょうか。その時に有効だと思ったカードが、ごめんなさい、すいませんという言葉だから、単純に謝るだけです。つまり相手や状況に応じてこういう効果を生むというのが明らかに分かっているカードを切るだけであって、その意味ではオイラにとって謝ることも怒ることも笑うこともあんまり差がない。まあ簡単に言えば、そんなことはどうでもいいと思っているわけです。もちろんすげえ申し訳ねえと思っていたらちゃんと謝ります。ただ結局は自分がどう思っているかよりも相手がどう受け取るかの方が重要なのですね。次、場のメインパーソナリティを見抜く。大事なことが2つあって、1、議論をしている相手ではなくて番組を仕切っているメインパーソナリティの方を見て話す。2、できるだけ大きな声で話すということ。要は収録の現場でこの人に喋らせた方がいいなという空気を作ると、最後まで話せるし、後でカットもされずに放送されるというわけです。会社の会議とかでも同じです。例えば社内会議のメインパーソナリティは上司でしょうから、その上司の喜ぶことを大きな声で言っている人の方が評価が高くなったり、意見が採用される確率が上がるはずです。次、時間差が生まれてもいいから観客のいる場所を必ずどこかに作って、ジャッジの前で議論するようにする。これは論破力を高める上で結構大事なポイントです。次、自分が話している最中から相手が何を返してくるかある程度想定して、次に投げる球を用意しておくわけです。次、世の中には大体例外というものがあるのですよ。一つでも例外を示して、それって真実ではなくて場合による、条件によるっていうことですよねと確認したら、相手はええ、まあそうですねと同意するしかないわけです。つまり相手の議論に対して例外を出せると、こちら側の主導権で話の切り口が変えられるわけです。絶対は禁句。絶対うまくいきますよとは言いません。結構な確率で成功すると思いますよみたいな言い方をして、逃げ道を残しておくわけです。討論では絶対とか必ずとか明らかにとか、いわゆる強調法が口癖になっているような人はだいぶ不利ということです。つまり足をすくわれやすい。自分からはしごをかけてあまりにも高く登っていくと、はしごの下の方を外すのが簡単になってしまうのですね。実は裁判では基本的に間違ったことは一切言わない方が有利なのですね。なので実は何も言っていない言葉を使う習慣が身についたわけです。思うは否定できない。そういう逃げ道を用意しておける言葉が思うなのですね。ちなみに弁護士さんも基本的には裁判官の前では断定口調では話しません。本人そのような方向で主張していくと思いますという言い方をよくしていました。次、主観には答えがないので本質的には説得が不可能ということ。なので主観が混じる議論というのはやるだけ無駄度が高いわけです。次、難しい言葉をあまり使わない方が実は人を説得しやすいのですよ。
割と平易な日本語を言うようにした方が人は納得してくれる確率が高い。次、発言しないやつはノーバリュー。ビジネスの会議とかで何にも発言しなくてただ座っているだけの人たちがよくいて、いつもこの人たちなんだろうと不思議に思ってしまいます。全然話す材料がないのか、興味がないのか、若手で勉強中みたいな人もいるでしょうか。次、ビジネスシーンではこいつ面倒くさそうだオーラをなるべく出すようにしています。面倒くさそうな人に対してわざわざ攻撃する度胸のある人というのは世の中そんなに多くないので、面倒くさそうだと思われている方が何かと楽なのですよ。面倒くさそうだオーラを出すのは実は簡単で、できるだけ細かいところに噛みつくようにするだけです。いわゆる言葉尻を捉えることがオイラ結構好きで、だから相手はきちんと喋らないとまた噛みつかれると勝手に恐れてくれるわけです。次、実社会の中で論破力を駆使するためには、まず相手のプラットフォーム、つまりその人の思考パターンを理解することが大事です。次、判断する人のモチベーションがどこにあるのかを、アイデアを考える以前にまず見つけた方が話は早い気がします。要はゴールを間違えないということ。あくまで相手の要望が本物のゴールであって、自分の願望というのは自分で勝手に決めた偽りのゴールなのですよ。次、発表のしすぎはコスパが良くない。つまり、準備のしすぎはコスパが良くない、つまりアドリブの方が大事ということ。何にもない状態で企画会議に参加して、相手をよく見て、その場でどういう喋り方をするか、どういう反応をするか、何を望んでいるのかといった相手の情報をいかに多く引き出せるかの方が結果に大きく影響をするというのが実感です。要は相手に合わせてその場でどういうボールを投げるかの方が大事ということ。相手の準備に価値を感じる人の場合、もちろん自分のためにわざわざ前もって調べてくれたという理由で機嫌が良くなる人もいます。自分に興味を持ってくれる人に価値を感じるタイプ、相手がそういう人だと分かっている、または予想できる時には頑張って準備した方がいいでしょうね。例えば就職の面接なんかでは、そこの社長さんがツイッターとかやっているのであれば一通り見ておいた方がいいと思います。相手の好きな物事とかも前もって分かっていた方が何かと話しやすいでしょうから。次、本質的には人が走っているのを見ても面白くない。ただ人が苦労して何かを達成しようとしている姿はつい見てしまう。そうして苦しんでいる姿を見ると感情移入し始めて、その結果がどうなるんだろうと興味を持つ。だから長時間見ていられるという人間の興味の構造があるので、その構造を別の形でやっても失敗することはないだろうなということを考えていました。次、人を説得する上では実は数字に勝るものはなかなかないということなのです。みんな数字を使えばいいのにと思うのですが、使わなくてもなんとかなってしまうので、みんな数字を使わないわけです。数字はネットに転がっています。テクニックとしての嘘。面接で嘘をつくのはあり？オイラ新卒の就職面接とかで嘘をつくのは実はありだと思っています。要は面接官が見抜けないような嘘をつけるのであれば、嘘ついて入れるような会社なんだから別に嘘ついてもいいんじゃねということです。全体として困らないような状況にすることの方が重要で、
その時に正直にそのままの事実を伝えたのか、嘘をついたのかというのはあまり関係ない。結果が全てなのかなとオイラは思っているわけです。基本オイラは誰に対しても敬語で話すようにしている。いつ相手が偉くなるかわからないし、どんなところで障害になるかわからないので、年下や女性にもタメ口を聞いたりしません。オイラは基本、女の人を敵に回さないように、ぶつからないようにしているのですよ。女性に嫌われるといいことないじゃないですか。次。嘘をつかれると、間違った考え方を積み重ねてしまうので、すごくきついわけです。嘘をつく人か、つかない人かは、大体見分けられる気がします。怒られるのが嫌だから嘘をついても回避したいとか、褒められたいから嘘をついてでも褒められたいとか、承認欲求が強めの人が割と嘘をつくタイプでしょう。その裏返しで仕事に思い入れのない人の方が嘘をつかないのですよ。次、上げ足取りに対してちゃんと答えられないのであれば、その人の主張自体がそこまで健康なものではないということなのですよ。非論理的に見える人はいても、非論理的な人はなかなかいないわけですから、周りにいる人たちが振り回されがちな感情的で自分勝手な人というのも、その人なりの論理がちゃんとあるわけです。要は自分勝手な人というのは、周りが納得できるような客観的な説明ができない人ということでしょう。なので自分勝手な人が何に優先順位を置いているのかということを仲良くなって聞くと振り回されずに済むと思うのですよ。次、なんであの人あんなこと言うんだろうという相手の問題ではなくて、自分は言い返せなかったのはなぜかと自分の問題として分析する。そして今度こういうことがあったら必ず言い返そうとか気持ち的に準備しておくわけですね。さて、おかしな人に絡まれた時にどうするか。とにかく真正面から反論しない方がいい。おかしな人のエネルギーを受け取る必要は全くないのですよ。次、お偉いさんと仲良くなるには、質問をよくすることが一番ですね。それってどうだったんですか？こういう時だったらどうなんですか？といった具合に。オイラの中では、ある程度成功したおっさんは、それなりに面白い見解を持っているので、それを聞き出すというのを単純にやっているだけなのですが、結果としてちゃんと話を聞いてくれた、いい若造みたいなポジションになったりするんですよ。次、実は人間は強みを見せている人よりも弱みを見せている人の方に好意を持ちやすい。自虐ネタをよくやっているタレントの方が好感度は上がるというのが分かりやすい例でしょう。そういう意味では合理的なお偉いさんの前では無理して一生懸命にならなくてもいい。だから楽なのですよ。次、偉くないおっさんの場合、偉くないおっさんは過去の武勇伝を聞いて褒めると大体仲良くなれます。お偉いさんは褒められ慣れているので褒めてもあまり刺さりません。偉くない人は基本褒められ慣れていないので褒めていると楽にはまります。次、オイラは何か失敗した時に結構、あ、これは友達に話すネタになるなという切り替え方をします。そうすると失敗を引きずらなくても済む。要はいっぱい地雷を踏んでも飲み会の時のネタ話になるからいいなと思っていられるように気楽に話せる仲間を作っておきましょうというのが一番の地雷対策ということではないでしょうか。裏返して言えば、ネタにできる場や相手がいない人はそういう切り替えができないのできついと思います。次、怒られ慣れていないいい子というのはやっぱり怒られることを実際に以上に恐れてしまうという面があるでしょうね。次、ポジションとしては下、
けれども下手なことはしない方がいいやつというくらいのポジションがちょうどいいのではないでしょうか。なのでオイラはだいたい下手に回るのですが、必ず牙を剥きそう感を出すようにしています。要は下手なことはしない方がいいけど下くらいのポジションにいる。大事なのは分かっているけど突っ込みませんでしたよというのが相手に伝わっただろうというところで引くこと。分かりやすい技としては、その人との会合が終わった後にメールとかで、あの時は言いませんでしたが、あれはこうだと思うんですけどと個人的に送っておけばいいわけです。次、みんな子供の頃から一定の割合で人から嫌われてきたはずです。なので別に傷つく必要はなくて、あ、私を嫌うタイプなのねと思えばいいだけでしょう。それに仲良くなって嫌われるよりも先に嫌われた方が楽だと思うのですよ。次、実は人間のストレスというのは、嫌なことを意識している間はずっと継続して、意識していないといきなりなくなるそうです。またストレスが高い状態が長時間続くと何かと影響が出ますが、ストレスを一回リセットするとまたゼロからの蓄積になるので影響は出ないと思います。なので趣味に没頭してその嫌なことを一切意識しない一定時間を作るというのは、怒りを消すための対策として結構有効だと思うのですよ。趣味でもサウナでも終わった後は嫌なことをつい思い返してしまうのですが、一回そのことを考えない時間を経るとまたストレスがゼロからの蓄積に戻ります。オイラ最後に怒ったのがいつだったかは思い出せないほど本当に怒らないのですよ。人に怒ってもしょうがないと思っています。次、オイラは議論に入る前に過去のことを話すのはやめましょうと割と先に釘を刺しておきます。過去のことは過去で、すでに確定した事実なので、それを今ここでやっても時間の無駄です。それは相手も十分分かっているので、そう言っておくと大概過去の話は出てこなくなります。次、感情的になって一生懸命いろんなことを言いたがる人はよくいますが、それは本当に時間の無駄だと思うのですよ。大抵内容的には文章で読むと数十秒で終わる話だったりするわけです。なのでそれでも引き止めるようだったら、申し訳ないですが今時間がないので要点をメールで送ってくださいとか言って、さっさとその場を離れてしまうのが手っ取り早いと思います。次、普通のサラリーマンの人でも映画に限らず何かをたくさん見たり知ったりしておいて損はないでしょう。仕事に役立つかどうかは何を深掘りするかによるでしょうが、何が役に立つかわからないのも今日のビジネスの特徴だと思います。その意味では常に意識してインプットし続けることが大事なのですよ。次、議論をしているときに基本的な知識がなくて何も言えなくなるといったことがあるでしょう。でもそんなことで恥ずかしいとか思う必要は全くなくて、知らないことは知らないと言えばいいだけなのですよ。そんなことも知らないのと馬鹿にされても気にしない、常識がなくてすみません、それって〇〇って何すかと聞いたらいいだけの話です。みんなが知らない自分だけが知っている知識があるときこそ自分の価値が上がるわけです。要は専門家の方が面白い話が聞けて、何でもまんべんなく知っているという人がからはありきたりの話しか聞けないということなのですがね。次、要は論破というものは話し方の技の問題というよりも単に事実ベースの材料、つまり根拠を持っているかどうかの問題という気もするのですよ。議論に強い人というのは大抵こういう根拠があるからこうですねという議論しかしません。オイラも何の材料も示さずに自分がこう思うからこれが正しいと
という言い方をしたことは多分ないと思います。次、最後です。本文を読んだ人はうっすら理解してもらえると思いますが、他人を変えるよりも自分を変える方が簡単なんですよね。不快な相手を変えるよりも、その相手を見ても不快に感じないように自分を変える方がよっぽど簡単だし、確実で副作用もなかったりします。なので、人間関係を何とかしたいっていうのは本人の心がけで何とかなることも多いです。以上です。いかがだったでしょうか。一つでも二つでも皆さんにとって役に立てれば幸いです。それでは本日は以上です。ありがとうございました。またお会いしましょう。ディスクでした。